毎日英単語 Day 72。 今日の単語はこちらです。この単語の発音と意味わかりますか？発音は deny deny です。ストレスは2つ目の音節の I の部分です。なのでDeny じゃなくて Deny Deny I が響くように発音しましょう。 Deny 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 意味は否定するです。 Deny の Ny の部分がどうやら No と同じいいえとか違いますっていう語源みたいなんですけれども、一応日本語でも出ない、こんな風にですね、何かを否定するときに何々ではないとか出ないっていう風に言うので、そっちで覚えてもいいかなと思います。はい、それでは例文です。 She denied having eaten my pudding. 彼女は私のプリンを食べたことを否定した。 I asked her many times but she denied it.何度も聞いたが彼女はそれを否定した。皆さんも自分のオリジナルの例文ぜひ作ってみてください。